静岡市では今日から秋の風物詩大道芸ワールドカップが始まりました。多くの観客が圧巻のパフォーマンスに魅了されています。今年で31回目を迎えた大道芸ワールドカップ。静岡市の駿府城公園など20会場で始まりました。出演予定のアーティストは51組90人で、海外からはイタリアや韓国など9カ国から参加します。日本で初めてパフォーマンスするイタリアのソーニ・ディサポーネ。シャボン玉のパフォーマンスで多くの観客を沸かせました。かっこよかった毎年大道芸楽しみに来てるんですけど、シャボン玉の芸は初めて見たので、非常に子どもが、ね、喜べるいい演目だったなと思います。はい、今年のテーマは優しい。実行委員長は多くの人に楽しんでほしいと話します。見に来た人はみんな幸せになる、本当に幸せいっぱいな、優しさいっぱいな大会を期待してます。今年は4日間で130万の笑顔の花を咲かせたいと思ってます。明日は大会初の試みとなる商店パレードも予定しています。大道芸ワールドカップは今日から4日の月曜日まで、駿府城公園など静岡市の街中を舞台に多彩なパフォーマンスが繰り広げられます。